前置ア at on in の違いその3、ね、今回は応用編の練習会です。まずは、ね、おさらいですこちら。B サプライズダット A で A に驚く B m ンポーズ d on A で A に押し付けられる、ね、a, B e ンタレス e d イン A で A に興味を持っている、ね、a, そしてスロー A アット BA を B めがけて投げつける。In a week で1週間経ったら オンザジョブで仕事中の仕事をしているインデインジャーで危険な状態にあるね、今回は後半を中心に学んでいきますはい問題です問題はこちらバン次の日本文に合う、えー、英文になるように空欄に適する語句を書きなさいです二つ用意しました一 人々は私に向かって石を投げたに楽しい休暇を一週間後にまた会いましょうですはいということで上はね People threw stones at me ということですやめろバチバチうお、ん、やめろバチバチって感じでねえつまりこれねアットで的を表すっていうイメージよね一点私を的だと思って投げてきなかったっていう感じですあとは一点的を表すっていうイメージね1点 はい、こういうことです。はい、で二番、楽しい休暇を一週間後にまた会いましょう。Pleasure vacation。一週間後にまたお会いしましょう。In a week。はい、これで一週間後にということになります。ええー、先生なんか、With in a week だと一週間経つ前にになります。 ね、で「インナーウィーク」で1週間経ったら「ウィズ・インナーウィーク」で1週間経つ前にということなんとなく「インナーウィーク」は1週間経つ前にって感じだけれども「ウィズ・インナーウィーク」こっちが1週間経つ前にということになります。 はいポイントばっちりつかめたかなはい今回ねもう一問問題があります問題はこちらボン「トムはいつも仕事ばかりしています」「トムイズオーウェイズオン e ジョブ」「はい」ということで「仕事中」という意味だったよね「オンザジョブ」で「仕事中」ね「オンイコールくっつく」ということで「 仕事から離れないそう考えればいいでしょ仕事から離れないと、こういうイメージですから仕事中仕事している最中のということになりますオンね、えー、くっつくからですねほにゃららから離れないほにゃららの最中のパターンでした入試レベルにチャレンジ問題はこちらバーン 正しい英文になるように空欄に当てはまる言葉を次の選択肢から選んでください。ちいい。危なな動物たたを、ね、助けけてあげたいとこうなるわけです、はいで。これ一応参考で書いておくね。Wild animals in danger. これは危険な状態にある野生動物っていうことねわかるかな危険な状態イコールね絶滅しそうっていう意味ですしそうなっていうことよはい ね、なんでこんなこと言うのかっていうと、先生危険だったらデインジャラスでよくねって言われたんだけど。そうじゃないでしょうよ。デインジャラス、ワイルド、アニマルスっていうのは。危険な野生動物。わかる?。はい、これ全然違うじゃん。あのこっちが命を落とすのよ。こっちが、ね。 命を落としそうわかる全然全然意味違うから「ああ滅んじゃいそうだ危険な状態の野生動物だしおやばいこっちがやられる」全然意味違うからねはい「インデンジャー」は「危険な状態あもう絶滅しちゃおう保護しなきゃ」な野生動物「デンジャラスワイルドアニムス」「ガホー来たやられた!」っていうね全然意味違うので注意してください。 はい、ということでね「アットオン、i n について学んできましたけれどもいろいろ覚えたけれどもね「@」は一点「オンっていうのはくっつく「インっていうのはね領域なのか箱なのか分かんないけどその中これがポイントだったわけです。皆さんもうこれからはねアット「オン、インに関してはバッチリ使い分けができるはずです。お疲れ様でした。